あさちさん、こんばんは。ちょっとさっきまでさ、お昼寝、お昼寝しててさ、結構頭がパわーパぽわパわーパー,ー,ーって感じだな眠い。ね、久しぶりに、お昼寝しちゃった。寝起き、うん、寝起き。ご飯食べようと思ったけど、そんな時間なかったわ。 アサイさん、こんにちは。眠、ね、いですね。花丸マリンさん、こんにちは。寝起きです。とても、とても、とても。

なん,もんかいなもちねこさんこんにちはまぎちゃさんこんにちはわくわく今日はアライブは歌えませんよ <laughs> あちょっと歌えるようになったら言うからいやもうさむさうそっかなー 癒さねぬで歌縛りって書いてある。まあ、いっか。まあ、いっか、まあ、いっか。おっし、やるぞ。君がよいか、君がよいかない。<laughs> 君がよいかない。こんばんは、初見です。ありがとうございます。ちょっとね、寝起きで、頭が、<laughs> 頭がちょっと <laughs>、ちょっと、 なんかまだ、ほわんってしてる。大地さんこんばんは、みんなさんもう一週間早くないうわあ、イめちゃんこんばんは、寝、ね、起き、寝、ね、起き、やしの起き。どうすべきはいありがとう。 仕事疲れたので私はこれから寝る。どうぞ寝てください。寝るって言いに来たの。<laughs> こんにちは。一週間お疲れ様。リアムサリーズさんもお疲れ様。<laughs> なんか寒かったり暑かったりさ。嫌だよね。私は、もう本当に最近の癒しは中華ーーなんだけど、持ち物がどん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 中華になってきて、 もう、勉強道具もちいかわだし、なんか、布団、布団も、枕もちいかわだし、<laughs> <laughs> なんか、漫画とかいつも持ち歩いてんのちいかわの、<laughs> やばくない <laughs> もう癒しなのよ。癒しなんですよ。明日から土日、ハムボタロは、明日はね、明日はし、 お仕事とかはないけど、ちょっと勉強頑張んなきゃいけない。なぜなら、本当は今日の夕方、勉強するつもりだったのに、いつの間にか深い深い眠りに誘われていましたね。誘われていた、誰にかは知らんけど。気がついたら、もう配信のお時間。びっくり、がっつり2時間は寝ちゃってたね。がっつり2時間は寝てました。そっち側もみれってわけ、そっち側が好きすぎて。 もう最近ね、そのちいかわの漫画も見るようになったらもうなんかもう全部のキャラが愛おしくなってきま、なってしまった。前まではもううさぎ、もう最良しがうさぎだったんだけど、今はもう、もうどのキャラもい、い、いおしく感じてしまった。ああ、チャンネル登録ありがとうありがとうございます。オラースペイン、エスーパーの ほらってスペイン語だっけ <laughs> 違かったかな。ちいかわのカバンから男塾出てきても嫌だ <laughs>。サラさん、婚姻んんは、ナムさん、婚姻んん。俺も2時間くらい寝てました。結構寝てたね。今日はや、筋肉やで。羨ましい。私は今日、わかめおにぎりだよ。わかめご飯でもない。わかめおにぎり。あの、コンビニのやつ。 でもね、冷凍庫にはミニストップのソフトクリームが入ってます。<laughs> 私はこれを後で、お風呂に入りながら食べちゃおうかなと思ってます。もうお風呂に入りながらアイスを食べながらちじかまの漫画読んでるとか、もう一番至福の時間よ。なんでうんちマークついてんの 私も八丸が好きだったけど、うさぎに似てるって言われてうさぎ好きになってきた。もうね、もうどのキャラも好きなんだ。もうなんか最初はなんでちいかわってこんな喋んないんだろうみたいな思ってたけど、もうそれもすらも愛おしい。可愛い,い全部のキャラが可愛い,いだってなんか栗まんじゅうとかさ、マジでどこがか可いいのって思ってたけど、いや最近は栗まんじゅうの靴下をよく履くようになって。<laughs> 私靴下も、靴下もちいかわなんだ。 うんソフトクリーム食べながらお風呂入る。確かにめっちゃ溶けるの早いと思う。シモさん、こんにちは。っちゃんこんにちは。今日は何を歌おうかな。まだ冬いけるまだ冬の曲いけるかなもういけないか。もう夏か。夏の曲。嫌だ。夏とかマジで無理なんですけど。君がよ、嫌だ。 うん、本当に好きすぎる中華が。あありがとうあれなんでなんか、なんか音だけ鳴ってたの音だけ鳴ってるな。どこでなんか音だけな、なんか鳴ってたな。ありがとう。せっかくだからなんか歌おう。ずーちゃんって言っないよ。りんちゃんが冬といえば今も冬です。じゃあ冬の歌を歌わせていただきましょう。冬の歌。

これ知ってるかな私の好きな冬の曲なんやが今地声ご縁が知れた自ごだよできるかな春も夏も秋も美しくてもんこのままこのままさ切れてる できないかなそう、ライカ好き私めっちゃ好きなの。I miss you このまま生んでしまえたらなんで。あ、誠さん。今日もユキ川口美穂さん、こんにちは。一人持つゆきはスイング。<laughs> <can> はい、歌います、歌いますあ。なんか。 いや、あの、ちょっと、一回声出しとこうか。ね、一回声出しとくか。そしよ、一旦ね、声出しとこうね、寝起きだからな。なんか、声が出るような、歌を、うん、歌っとこうね。<laughs>

頑張ってお仕事元気が出るって歌うよ <laughs> 音大きくない音大きい小さいやったら教えて音こう走るよハム太郎隅行こう走るよハム太郎 好きなのは「ひまわりの種やっぱり走るよハム太郎」「男回るよハム太郎」「かあシャを回るよハム太郎」「大好きなのはひまわりの種回ると嬉しいハム太郎」 どこ眠るよハム太郎どこでも眠るよハム太郎い好きなのはひまわりの種やっぱり眠るよハム太郎 <laughs> <laughs> ネズミやめてよ他にも絵文字あるでしょう <laughs>。 ハム太郎でしたハム太郎なのだロコちゃんはい、はいとか言うんで <laughs>、はいはーなまるのりんマリンさんちのハムちゃん元気 <laughs> チーズだ、ね、私は昔どうしてもハムスター飼いたいって言ってたんだけどお母さんにどうしてもダメって言われたお母さんがね、そのネズミっぽい のが無理って言ってさ、あんなにミッキー好きなのにって思っちゃった。あんなにミッキー好きなのに。なんでハムしたらダメなんですかって、<laughs> ってなりました。ハムロウポケモンマスターとか歌おうかな。 で普通寝、<laughs> 寝起きすぎてなんか声が出る気がしなくて。アンパンマンのマーチとか。手を繋ごう。一緒に笑おう。チンチラ、超モスモスまん。え、チンチラってさ、難易度高いんだ。可愛いよね、でも。好きだよ、チンチラ。元気すぎて今、リンちゃんなんか気一つ浮いちゃう。 あげてるんだけど、毎日の居場所が <laughs> 大丈夫なん…大丈夫なのかなもうなんかすんごい今日すんごい今日眠くてさすごいんだよ今寝てい,いんよって言われたらね1分くれたら多分寝れちゃうお昼寝2時間もしたのに2時間も寝たからかなちょ目薬とかした方がいいかもしれない目薬はどこにあるんだろうね 目薬を刺します。ちょっとカメラから消えます。戻っ,ってきた。こんにちは。ビアンさんなんて読むんだろう。こんばんは、ししのさん。かわいいお嫁さん。ありがとう。お嫁さんだって、ありがとう。じゃあ、私、プロポーズはディズニーシージしてもらいたいんです。 ディズニーシーの、あの、夜のさ、なんか綺麗な、なんかあれのところで、あれのところでされたい。温…湿度と、え温度の、え、そうなのえ、難しいな、なんか、<laughs> 小動物なんかうさぎとかぐらいの難易度かなと思ってたけど。 あなたはとてもかわいいにさ、ありがとうします。ありがとう。急に空見上げた。<laughs> メモメモハム、ハムリンご飯食べてる。ハムリンがさ、ハム、リンゴに見えてさ、リンゴ食べんのかと思った。ハムスターって何食べんのひまわりの種ひまわりの種。りの種キング歌おうかな。You are king. よりどれ知らず。 <laughs> なんだっけおとといかな ?3 日前ぐらいかな東京シャンデーランディブ歌うねって言ったら全然歌えなかった。笑っちゃったね。<laughs> 最初のさ、わかるてららららら関連球わーのところが言えないんだよ。あの、他も歌えないけど。<laughs> プロポーズの言葉大会開催 プロポーズの言葉はやっぱりもう幸せにしますって言われたんよね。幸せにしてください。幸せになりたい。じゃ別に今も幸せだけど、くるみ食べてんのいいね。ミラコス、もう、やっぱさ、ど、なんかさ、やっぱ最初はさ、やっぱプロポーズぐらいは頑張ってほしいとこあるよね。お金なくてもさ。 多分、初見です。か、かわいい。ありがとう。上手じゃなく <laughs> 春巻きの十二さん、こんばんは、初見です。よろしくお願いします。幸せにしたいので、そばにいてください。とあ、いいね。いいね。大丈夫ですかあの、私、一回結婚したら、もう、あの、あの、死ぬまで一緒にいてもらえますけど、大丈夫ですか あの、途中で契約解除とか無理ですよ。<laughs> お責任持って死ぬまでね。目で見てください。こんばんは。ショートフィードから来ました。ありがとうございます。当たり前に死ぬまで一緒にいるのね。どんなに喧嘩しても同じ部屋で寝てほしいよね。あの、ちゃんと。もうリビングで寝るとか絶対許さない。喧嘩しても。 喧嘩しても別の部屋で寝たいんだったら、もうトイレかお風呂で寝てくれないと。もうそれぐらい、もう、もうそれぐらいの覚悟を持ってほしい。リビングでなんか絶対寝かさない。契約会場。<laughs> 全然あってごめんなさい。わ <laughs> かりみがすごいね。図像園で大量の牛タン差し出してプロポーズ。ありよりのありエスネイルさんこんばんは。エステンさんこんばんは。えー、何がいいかな。東京シャンディーランデブン。 はい、はいあ東京サンさんでなんでる。な <laughs>、な、な、なんでだなんでだこんにちは。わあいけるかないけると思うえ、な、な、な。ならぶかもん、大体な。あなたは夕食を食べました。I eat おにぎり。 キングと来たからクイーンのよ。クイーン歌えないよ。クイーン。あなたより牛タンが好きです。やらあなたより牛タン好きですって言われるの嫌だよ。よし。これ歌おう。今日は暑いね。いや、そうでもないか。私がさ、あの、ヒートテック着てるからか。暑いのは。そっか。私がヒートテック着てるからだ。暑いのは。 またはみ出ちゃった。<laughs> またはみ出ちゃったよ。はい、はい、はい。<laughs> じ、じっちゃう。<laughs> ラーメンを食べないでください。な、なんでどうしてどうしてラーメン食べちゃいけないの太るから。太るからダメなのラーメン。いや、でも、そうだよね。いや、ラーメンってさ、知っとるかラーメンは魔法の食べ物なんよ。 一瞬でお腹がいっぱいになってな。一瞬で腹がすくんじゃん。<laughs> なんで <laughs> もうなんか20分ぐらいでお腹いっぱいになるくせにさ、2時間後ぐらいにはお腹減ってんの。なんでしかも、カロリーはもうめっちゃ高い。カロリーめっちゃ高いし。でも、美味しい。でも食べすぎるとニキビできちゃう。

じゃっちゃーんじゃっゃーんじゃっちゃーん <laughs> やめよう <laughs>。もうね、寝起きでちょっとおかしくなっちゃってんな、この人。寝起きでちょっとおかしくなっちゃってん。引いちゃってんじゃん。<laughs> このまま歌わずに終わったら面白い, <laughs> 歌い。歌います、歌います。歌わせてください歌いますよハリポーイエス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 。我が <laughs> 君少し服横になっちゃいますよ。<laughs> 太っちゃってんじゃん。<laughs> しかも私、ウォルデボートだろ嘘でしょハリーポッター側の人間じゃないんだ。そっちなんだ。おウォル、ォルデボートなんだ。<laughs> いや、好きだけどね、ハリーポッターさん。みーちゃんなにだくんさよならって大丈夫ですかごめんなさいわからない聞いたことあるかもしれないけど。ちょっと。 東京シャンディーランドも歌います。歌います。あなたはおにぎりが好きですか。イエス。I like。おにぎり。電波でバーブして電算管理中は。入れた。 あなたにも忘れたいこと悲しいことあるのかしらね知らない映画なのに涙を流すのはドラマチックが足りてないからよそんな具にもつかないことくだらないこと考えてばかりね雨が上がれば愛もその横顔も誰かのものになるのでしょう嘘パッチのファンデーションも テークオンミーイエス、はああちゃんたらおかしなハットばっかり触手がびくともしないわ実体のない感情を放っておいたって策略なんてありゃせんのになぜああもうゴリゴリよあたしのカットなる気質もじっとこらえて取り繕ってはとうとう臨界剣年がら年中リップサービスドンガンかましては平気えぎドン柄会社のフィールがあるわなの目にも似 頭真ん中のミュージックのせいであなたの話はいい子に聞き取れない。少しおまるとこんなことを言っていいえ。終わりだ。ズ全部ブ。全部忘れさせてよ。だけど一体全体どうしてだってんな。あれなぜはってん,てんてな。ワンテンナーカテラ。消えないままね。あなたイコール落ち着く一月。もう。冗談じゃない。ラインは。東京サンデーマンデブ。あなた気が聞たって。 「かいな,ないぜライダインは感情なんてらんどりで落とすだけ」「私たと確かめ合って言えるまい」 最近ちょっと食べる、なんだろう。食べることが多い。食べることが多い。いや僕、いや、まあ、いや、なんか差し入れが多い。差し入れが多い。外食のお誘いが多い。もう、やばいよ。なんか、もうお腹がなんかさ、なんか見たことない形になってきてる気がするんだけど、お腹が。ダイエットどうしたいもう、やら、誰か、 ど,どうしたらいいんだろうもうダイエットを本気で頑張るか、もうダイエットの必要のない世界に行く。もう、もう福かがなんかもう正義みたいな <laughs>。福かが正義みたいな国に行くか、もうダイエット頑張るかどっちかよ。もうね。山にでもこもりますか山怖い。 最近さ勉強のお供に聞いてるのがあの怖い話なんだけど結構山にまつわる怖い話多くてさ私も山行けない海も行けない川も行けない <laughs> 街にしか行けん福岡は全員マジでねほんとにどうしてだろうね 全部無事やめろ <laughs> やめよう。水着、お披露目。いやな、大丈夫。あの、日本の夏は長い。まだ、あと6ヶ月ぐらいあるでしょ。大丈夫。<laughs> まだ夏、夏が終わるまで、まあ、あと半年あるとして、まあ、いけるいけるいける。頑張れ頑張れ頑張れ私の死亡たち。夏の幻。夏の幻。瞳閉じて。 一番最初に君を思い出すよ一番ぐらいなら耐えるかなそのアニメで流れてたバージョンはわかるけどね、二番はわからない。転 <laughs> 送滅みたいなやつかしらえ、なんだろう怖い話だけど、給料の7割強持ってかれてるよ。何それどういうこと何それ減量耐久配信。 一生終わらないけど大丈夫見てる側が痩せちゃうかもしれない。疲労で。<laughs> え、あれとかやるあの、ダイエットの、あの、ダイエットの、だってダイエットのさ、あの、あるじゃん。ゲーム。なんだっけあのー、スイッチのさー、あのー、丸いさ、なんか、いや、あのー、ダイエットするやつ。<laughs> あ、山の毛って山ん中で回なんで知ってるかも。 あ、それそれそれ、リン、リングフィット、アドベンチャー。え、子供の時、ウィーフィットは家族でやったことあるんだ。あの時はもうよくわかんないままやってたけどね。知ってるウィーって。子供の時やってたウィーフィット。<laughs> あの、残酷なんだよね、あれ。ほんとに。ウィーフィットの、自分のキャラクターみたいなの設定できるんだけど、 あの BMI と BMI によってさ、自分がキャルクターがさ、太ったり痩せたりすんのよ。<laughs> あれ残酷な仕組みだったな。うん。大人の時にやってたねえ、リングフィットアドベンチャーやってみるか。誰もや,やりたいけど、やりたいけど、毎週じゃ無理そう。楽しそう楽しかったよ、B フィット。 現実を突きつけられる。マジで、いや、その子供の時は別に、子供の時は、子供の時は別に太ってる痩せてるとかじゃないけど、家族が細すぎた。うちの家族が。みんな細くて。なんか <laughs>、私の、私のキャラクターがちょっとなんか、置いてたなぁ。配信と、配信でやると体型とかバレる代表格。できないよ。できないよね。 夏の幻あるかな音源がこれはあのねコナンの曲ですでもちょっと一番しかわかんないから一番だけでもいいかなごめんねあ夏夏いやでも待って私歌えないかも最初の方 かな。大ーいぃすピア窓の向こうに行雲っていけそういけそういけそうな気がするいけるかもいけるかやるか <laughs> 知っとるか粉、結構古いコナンかなこれはあれ え、え、コナンの映画っていつからだっけもうそろそろじゃなかったなんかじゃあ、いや、コナンの映画めっちゃ好きなんだけど、今年はさ、ットリヘ平ジが出てくる。さあ、回なのよ、映画が。どうしまた。カズハーとか言うんでしょうん。<laughs> あ、今日なんだ。どうしまたカズハーとか言うんでしょ ねえ、私はさ、やっぱり安室さんとかさ、赤井さんが出てるやつがいいなぁ。ディジョーネーだよね。ウ <laughs> ソいいなぁ。私も映画見に行きたい。見に行くかなぁ。毎年一人で見に行ってんだ。<laughs> 私、毎年一人でコナンの映画見てんだよね。すごいよ。うん。毎年一人。 毎年一人でさ、アイスティーとポップコーンを持ってさ、行くんだよ。今日からだって、今日から。ね、去年の映画が良すぎて、今年の映画めっちゃハードル上がってるよ、私の中で。去年のね、去年の映画めっちゃ良かったんだよな。 えっとね、今年の映画はどうなんでしょうかね。コナン。こちら今日の金曜ロードショーもコナンじゃないっけ、本当ほんとふー、そうなのか、見てみようかな。だか今日ちょっと9時前には、え、待って、何の、何のさ、ごめん、何、何の映画かだけ教えてもらってもいいそれ、それによってさ、 配信終わる時間決めるわ。<laughs> お願い。今日の金曜ロードショーのコナン、な、何かだけ教えて。あー。あれか。あの、ランちゃんのさ、ランちゃんじゃないや。あの、あれだ。その子の彼氏の話か。その子の彼氏がいっぱい出てくるやつか。あの、珍しいね。海外に行く。 話だよねあ。コナン君ってさ、パスポートないからさ、あんまり海外行くことないんよ。ああ、なるほど、あれかーなー。なるほどね。なるほどね、な、去年の映画じゃないんだ。<laughs> 去年の映画かと思ったんだよね。 屋の窓の 過ぎて深みに ごめん、わかんなかった。ごめんね、わかんなかったわ。エンディング、ごめんなさい、わかんなかった。サビ、サビ前のところまでぐらいしか知らなかった。すいません。<laughs> その子のカチューシャがないギャップマシーンが見れる家が、私あれ、コナンの映画全部、 全部見てるけど、その映画だけ2回ぐらいしか見てないな。大丈夫です。ありがとうございます。<laughs> ちょっと、無理をしてしまいました。<laughs> コナン好きなんだね。コナンの映画で一番好きなのは、あれかなぁ。あれかなぁ。 あの、遊園地の話。あれが好きかな一番。あのさ、キュラソー層が出てくるやつ。タイトル忘れちゃった。なんだっけな。漆黒のナイトメアだっけ。あれが一番好きかも。あの映画めっちゃ見た。こんにちは良平君、りょうへくん、こんにちは。あれはね、 いいよあれはいいよ安室さんとさ赤井さんが戦うんだよ拳であれは良かったあれは良かったなごめんなさい無理させて大丈夫ですいや聞いてたけど歌ったことなかったなって思った <laughs> 聞いてたけどね聞いてたんだよ 聞いてたんだけどね。コナンの映画でルパン出てくるやつはあるよ、確か。あるよ。え、あったよね。なんかさ、どっかの国のお姫様がさ、ランちゃんとそっくりにさ、みたいな、そんな流れじゃなかったっけね。あれよね。夏の幻だって。メフィスと、

ホットリミットってどんなやつだっけ寄生たちが胸を刺激する生足磨くのマーメイドみたいなやつだっけハロー a r e you Piripina?No,、uh, no, 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 no. I'm Japanese.Japanese. あなただけ見つめてる。出会った日から、今でもずっと。100人ですわ。う <laughs>。お兄ちゃーん誰やねお兄ちゃんって。私は、妹でもあり、姉でもあります。ボーイお、ガールガールでしょうよ そりゃあ、ガールでしょよ,よ。おら、おい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 ,おい,おい、ガールだろうがよ。トムボーイ知ってる知ってるよこんばんは知ってるよあれでしょあの、G アイドル。違うあの、韓国のアイドルのやつ。 好きだよなんかね好きだよ <laughs> 好きだよ <laughs> 好きなんだなんか元気になる歌ないかな元気になる歌ないかなはあはねはい、はい、縄跳びダンスなんじゃないそれ愛を込めて花束を 大げさなけど、受け取って、理由なんて、見らないでしょってやつでしょ知ってるよ。知ってるけどね。知ってるけども、知らなくて、知ってるけど。晴れ晴れ愉快とか歌うある晴れた日のことそれか。なんだろう。 り美少女無罪パイレーツ。元気でそう。<laughs> 元気でそう。アンパンマーチ、アンパンマンマーチも元気でそう。20の曲。あーあの、どんな曲かはして、土曜日から木曜日まで、ボラ怪盗でたくさんのアクティビティを楽しめます。え、バケーションってことですか。いいなぁ。 私もどっか旅行に行きたい。祝辞ロリガミ、レクイエム。ボラカイは知らないな。知らない知らない。どんなとこなんだろうね。私ついて行くよ、どんなつらい。 最近さ何もニュースわかんないのニュース見てないから <laughs> 昔はさテレビを見る習慣っていうものがあったんだけどもう最近はさテレビ全然見ないからさその時代の流行りしたりなどがわからないで途中から全部何になってしまうた外国人にとって最も魅力的なフィリピンのリゾートです 行きたいですパスポートないけど行きたい <laughs> いいないいね羨ましいよグロブスターって何さっのロブスターに見えたエビ <laughs> エビエビエビ,エビ いやもうほんと天気予報すら見ないよ。窓開けて知る。今日の天気。窓を開けて、カーテンを開けて、ああ、今日は晴れてんだなーみたいな。しかもさ、あの窓が、自分の部屋の窓がね、あの、なんだろう、廊下に面してる、あの、マンションの廊下に面してる窓だから、あの、何、すりガラスみたいなさ、あの、何て言うの、若干モザイクみたいなのが入ってる窓ガラスだから、あのね、わかんないんだよね。あじゃその 明かり具合、明かり明るさね。あ、今日は晴れてる。みたいな。あ、今日は明るいな。天気いいんかなーって外出たら、なんかちょっと雲が明るい、小雨とかの時とか全然ある。<laughs> パスポートないなら、ケースの中にもそれ。え、コナン君の話ですか <laughs> コナン君の話じゃない。ハムニン回収完了。太っちゃうよ。太らせないで、ね、ハムニン。何それ。あ、そういうの好き。正体不明の。正体不明、なんだろう。う なんだろうね。今日の帰りに雨予報とかだったりした時って、あ、もうね、受け入れる全部。私もう帰る時に雨、でもね、全然もう濡れて帰るよ。もう帰るだけらしいと思って。もう、まあ、行く時に雨降ってたら傘持つけど、もう諦めなよ。もう全部受け入れる。受け入れる。もうびっしゃびしゃになってもう。ね <laughs>、お風呂入るからいいや、と思ってさ。 今日も現実に戻った。お帰りなすって。去年からちらほらニュースに出てるらしいのね。そうなんだ。ハムニーを人の目で浮いたらめっちゃ伸びして。踏まないでよー。これ久々に歌えるかな、これ。ドキドキしてる、ルーまだ早い。じゃ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 ん。歌えるかな <laughs> 歌えるかよこれ。 きます「ドキドキしてる」無害「むがいむがい美少女むがい」「パリンパリンパリンはむがい」「やっぱキラキラもっとクラクラ」 ねえ、言ったよね。年齢なんて関係ないってさ、そういうめんどくさいのも含めて愛してくれるって。ねえ、ねえ、言ったよね。言ってないうーん、そういうこと言うんだ。ちなみにこの船では美少女無罪が適用されますけど。任せて、魔法で若返り。秘密の素顔は君にだけ。特別ですよ。あたしやかよ。みんなとなんかじゃ。 申し訳ないわ近頃はね宝の島にして欲しい気分出向キュートは正義美少女無罪君の一番目指してよフォ本当は自信ないけど頑張っちゃうキュキュキュルンキュキュキュル,ルン恋する気持ち十七歳てっぺんになっちゃうわ大人の時間 抱きしてーシュ「まだ早い」<laughs> だ「タッタッダメですかフリルの服着たら」<laughs>「タッタッタて魔法少女になってみたい」 わなのせでしょっぴりかりない積極性結局君ももっと若い子なんだってするから見つけないで君たちちょっといいとこ見てみたい頭にいじけちゃうそれでもいいの年頃だもん本気にしちゃうあらしいの 楽しみー。 一個分ぐらい痩せた気がする <laughs>。おにぎり一個分痩せた気がするな <laughs> ないぎふーん。ありがとうございます。ありがとうございます。水星の新曲歌う。ビビデンバビネンブーワー。ビビデンバビネンブーワ。ー。<laughs> こんがらがってもしょうがない。 ふ <laughs> 合ってるありがとうスネルさん、メンバーシップ、ギフト、ありがとうございまーす。ありがとうございます。あの、ディスコードをご招待しますので、あの、もしね、メンバーシップ今いただいた方、入ってくれた方で、あの、ディスコード入りたいよって人がいましたら、 DM までお越しください DM までお越しくださいビミネバミネブーは、ビミネバミネブーは。ーなんか最初聴いた時フーンぐらいにしか思わなかったけどさなんか何回も聴いてしまう耳に残る曲だマリン船長のコスプレしてた ワリー船長かわいいよね。ワリー船長大好き。はよ、い。あ、ね、昨日さ、ラスたショート動画見てくれた明日は、明日はね、どうしよう。配信したいんだけど、ちょっと出かける予定が。 ちょっとだけあって、ちょっとだけあって、日曜日かな配信。日曜日配信。あとね、ちょっと、まだ先なんですけど、まだ先なんですけど、来週かなちょっと、来週ぐらいに、 あの、大きなお知らせがあります。まだ確定ではないから言わないけど、あの、ほぼ確定だけど、ほぼ確定なんだけど、ちゃんと確定したら言うね。ちょっと来週、あります、お知らせが。大きなお知らせ、うん。ちょっと。 <laughs> ちょっとねちょっとにある来週いつぐらいに言えるかなあまあ木曜来週も水曜日木曜日あたりには言えるんじゃないかな君の縄と天気の子どちらが良いですか私どっちも見たことないけど天気の子の方が好きかもあれスズメの戸締まりは スズメの戸締まりは見てないのあれはあれって新海誠あ違うか違うな <laughs> あの新海誠作品とあのなんだっけ細,細田守っていう人の作品たまにごっちゃになる時ない 仮面を出演そうなのあれおとといぐらいにグランドエスケープ歌ってよ知ってる天気のこの歌。空飛ぶ羽と引き換えにってやつ。 とのか。これ。君の名は、実は見たことありません。<laughs> 天気の子を見たことありません。スズメのとじまでも見たことありません。なぜですかなんでだろうね。 多分ね、ひねくれてんだろうね。同じく見たことありません。あ、よかった。なあ、エスネルさーん、メンバーシップに言った、ありがとう。よかった、見たことない人いてよかった。よかった、よかった。 一緒に見に行く。相手がいなかったとか。まそう。それもあるね。誘われてたら多分行ってたと思う。だ誘われる。誘われることもなく。でも自分で行くほど。なんか私コナンの映画ぐらいしか <laughs>。一人で、ね、見に行かないから、スズメのたま前は見さびでた。 何それ何冷たいミミズって何冷たいミミズって何んだそれはあくびがいっちゃう 嗯，嘿 <laughs> 声の天気の声天気の声天気のなんだ天気の声天気の声,天気の,声,天,気の声天気の子だ天気の子天気の子の話になったからグランデスケープ <laughs> 歌ってみました,歌ってみましたありがとうございますあっね九9200人いったよちょっと待って見せる 9200行きましたよチャンネル登録者数あら、天気のこれちょ、混ざって、わかんなくなっちゃった。9200行きましたありがとうございますパチ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 明日は夜配信できたらやりたいできたらね、できたらやりたいパブ次は。 ねあの、動画の素材になるようなね。おっさん欲しいから。ミミズ何 <laughs> 何ミミズって。怖いんですけど。<laughs> 怖いんですけど、ミミズって何ですか <laughs> 夢に僕らではって。 あのあゆめ映画あれ好きあのなんだっけ <laughs> あのおととしぐらいにやってた映画なんだけどな,な,なんだっけな「君の名は」じゃないんです何だっけなあの細田細田守監督のやつあれ面白かったよあの歌が有名だったね なやつなんだっけすずめのとじまりの方は何やろう最,最悪をもたらすみたいなやつじゃないかしらねえわかんないな違うなんだっけなあのあれ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 なん <laughs> だっけ ちょっと思い出すから待って異世界の生物で冷たいミミズっているのよへえへえあこれだ竜とそばかすの姫だそうだそうだ ただ子 v スカヤ子の監督ホラー映画ってことちょっと聞いていいこの音楽が良すぎて私さ映画2回見に行ったんだよこのオープニングめちゃくちゃ良かったんだよな曲が好きちょっと聞くだけ聞きたいなめっちゃ良いのよ これさ、テレビとかで見た人いるかな。ななかばこれは何ですか。これはリュウとソバカスの姫のメインテーマのユウって曲。 あの曲がめっちゃいいから聴いてみてほしいなんか映画はめちゃくちゃ叩かれてたけど <laughs> 映画はねなんかさ叩かれてたけど曲はめちゃめちゃくちゃいいん、ね、これ歌えるようになりたいな難しいんだ こういうかっこいい曲だから聴いてほしいなうん英語の名前は何ですかこれは前に聴いたことがあるあーこう英語の曲ねちょっと待ってね これで調べたら出てくるかも。ちょっと待って。これ。ちょっと。これ、これ、これ、これで、ね、調べてくれたら出てくると思う。<laughs> 次の曲が流れちゃった。これも最近はよく聴くよね。 合唱って曲も覚えたいな。サンクス、いいんだよ。<laughs> いいんだよ、別に。わあ。なんで今日こんなに眠いんだろう。やだー いやなぁ、なんかすごい眠くなるわん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 。これ歌おう。今日はなんだかんだ歌ってる気がするね。今日はなんだかんだ歌ってる気がします。 かから食えば良いものか「うまいものかまずいものか」「さっぱり俺にゃわからない決まりばかりの世の中じゃ」「仏がいつも水をさす」「我慢するのが礼儀でしょ」「鬼がこの身をそそのかす」「お先にどうぞ遠慮なくあ 泣けやそうな 良いものか白いふなか黒いふなかいっちょかけるとしましょうか死ぬも生きるも神一ひとえお釈迦が雲の糸垂らす遅くはないわおいでなさい地獄の声がみ ですこんばんは、スさんこんばんこばはありがとうございます。あ、見たことあるあ、海外でもやってたんだ。竜とそばかすの姫。なんか、美女とや、ずーっとね、ストーリーがちょっと似てるって。パチパチありがとうございます。パ <laughs> まさん、ありがとうございます。いやー、うわー もうせっかく痩せたのにまたちょっと太っちゃってさ、もうお腹がさ、もうお腹がポンポコになんだけど、辛い。な、何が辛いって、あ、お腹に、あ、肉がついてますねってこう実感する時があるのよ。なんかさ、あのー、なんか、なんかね、 なんで何て言うんだろうねデニムのさデニムの,のさデニムにちょこんと乗る <laughs> なんかんて言ったらいいんだろうねいいねもバーベルスクワットやるしかないよねでもちょっと頑張らないといけないこのままじゃダメだよ何やってんだパチンチャンネル登録しましたありがとうありがとう何やってんだこの野郎パチン ダイレット頑張らないとでも太ると歌うまくありませんかそれは偏見すぎない <laughs>。ねえ確かになんかう歌うまい人でめっちゃ太ってる人とかいるけどちょっと偏見すぎやしませんかちょいとちょいと偏見やすぎませんか でもね、今日はねこのあとねソフトクリーム食べようと思ってたけどねよくないですねなダメですねダメですよダメですよみんなは私みたいにさならないでみんなは私みたいにならないでねダイエットしますって言いつつ裏でソフトクリームを食べるような人間にはなってはいけませんよ 初見です。ショトから来ました。ありがとう。やいの、やいの、なんのそのさん。ってい部活の話だからね。いや、だから逆に、もう太りたい人にはめちゃくちゃアドバイスできるから、聞いて。いやー、ちょっと太れないんですよっていう人には、もうすごい的確なアドバイスができる。もう実績がある。<laughs> もう実績があるから聞いてくんないもうなんでも答えるわ。うん。いや、 あれでも、どうなんだろうね。あの、ちなみにやけど、うちの兄やりましたよ。冷却、脂肪冷却やったことありましたよ。なんかめちゃくちゃ痛いんだって、あれ。その、なんだっけ、その冷却した後に、そのお肉を揉みほぐさなきゃいけないらしいのね。それがめちゃくちゃ痛いんだって。でもそこで我慢しないと、 ダメらしくてめちゃくちゃ痛いらしいよ。どうなんだろう。でもき、でも、痩せたって聞かなかった <laughs>。て、あの、定期的に、なのかな定期的にやんなきゃダメなのかな似た体質の人限定よね。いえ、もう、何でも聞いてください。あ、もう少量でど、あの効率的に太る方法とかもね、あるんで。あ、ね、<laughs> あまあ。 そうね、量が食べれない人のために効率的に太る方法も、まあ、ないわけではありません。まあ、聞いてください。おはぎさんおはぎさん、こんにちは。うん。まあ、おすすめとしては寝る直前ですね。ここを狙い撃ちでいきましょう。あまあ、確実に太ります。もう寝る前にね、お菓子なんか食べてみてくださいよ。もう、大変なことになります <laughs>。 でも寝、ね、る、なんだろうね。どうして人間はね、こう、背徳感というものに負けてしまうんだろう。ああ、ダメだ、ダメだと言いながら食べるお菓子、最高に美味しいんですよね。来て早そ々うそう太る話。うーん。<laughs> 太らせようとするばいいんちゃう。あの、本当に寝る直前の炭水化物、これはね、すごいドンときますね。カップラーメンとか最高です。うん もう食べてすぐ寝る。食べてもう歯磨きして寝る。もうその、これはね、太りますね。でも朝起きてすぐに多いカロリーとかしたらもう確実。うん。<laughs> 鬼のおとげ蝶のテレビの流れさ。あ、本当何内臓脂肪減少薬洗いでもで、ね、もおむつ必須だけど。え、それそれ外出れなくなるやん。 普通のケーキ食べてますねえこないださあねえみんなハーブスってケーキ屋さん知ってるあのねミルクレープが有名なお店なんだけどねそこのねバナナケーキ食べたバナナカスタードクリームみたいなやつバナナクリームパイみたいな名前だった気がするのめっちゃおいしかったそう で、その、ハーブスの横にあるお店が、ちょうどなんかお香を売っててさ、あの、部屋でお香を炊きたいなと思ってるんだよね。なんかね、お香ってさ、魔除けになるって言われてるじゃない,よくな,ーい <laughs> よくないよくないなんかね、あのー、怖いからさ、夜寝るの <laughs>。夜寝るの怖いからさ、お香を炊こうと思ってるんだけど、 あのー、そのお香の種類の中にさダイエットっていうのあったんだけどえっかぐだけでダイエットできんのって思っちゃった <laughs> だから食欲を抑えてくれるみたいな香りなのかないやでもお香炊いてみるかでも犬嫌がりそうだよね犬嫌がることはしたくないなハーブスいろんなとこにあるけど おすすめだよ、よしいよ高いけどねなんだろうね家具だけで痩せるって家具と食欲がなくなるみたいな感じなのかなダイエットって書いてあったちょっと今調べて <laughs> 調べますけど調べますけどさ ダイエット、お香、なんだろうね。お香、え、どんなお香を炊いてんのえ、なんか、お香を炊きたいんだけど、あんまりさ、お香レスみたいな香り苦手なんだよね。なんかさ、自然なお香の香りがいいんだけど。なんかおすすめあるなんかありますか なんか、いかにもこれはもうめちゃくちゃお香ですみたいな香り苦手。あ、でも、タイのお土産でもらったお香めっちゃいい香りだったな。三角の形してた。わあ、思い出した。リンリンの場合、完食やめればだいぶ変わりそうな気がするけど。ああ、そうです。完食やめれば痩せれます、多分。 りんちゃんの香り。あ、お日様の香りかな <laughs> なんか、ナチュラルな香りの、こう、炊きたい。今日は、この後は、ゴミ捨てに行って、今日はお勉強会に。先生先行つけるだけじゃないんですか先行はちょっとまた顔違うんじゃないの 先行はまた違うんじゃないのもう、もう、もう歌は大体落ち着いてきたとこなんだけど。<laughs> おやつとかかなり食べてそうだけあれ、毎日じゃないよ。毎日じゃないけどね。毎日じゃないけど食べてはいる。もう、もう歌落ち着いちゃいましたけど。 今夜さ、ん、こんにちは。僕、カレーの香りするっての <laughs> う、そやん。<laughs> 友達に、えカレーの香りするって言われたのそれってさ、だい大丈夫なの大丈夫大丈夫嫌な気持ちとかになってない大丈夫嫌な気持ちとかになってなかったら、いいんだけど、 お前、カレーの匂いするなんて。<laughs> 大丈夫じゃないよね。大丈夫じゃない。そうだよね。大丈夫じゃないよね。<laughs> いや、あの、ごめんね。私、勘違いになったらごめんなんだけど、それ悪口じゃない。大丈夫週、そう、週5ぐらいで食べてる。週4、週4ぐらい。いや、もう。 やいやむ。無印のカレー美味しいよ。あのさ、無印のカレーのさ、マッサマンみたいなやつあるのわかるあれ好きなんだよね。じゃがいもあんま好きじゃないんだけど。味めっちゃ好き。悪口は大丈夫よ。あ、よかったよかった。うん、大丈夫ならいいんだけど。ほラ貝でチキンカツを食べる。えい,いねえ。えねえ、チキンカツか。 フィリピン料理ってどんなものがあるんだろうね。チキンとポークのカツ。いや、贅沢。贅沢ね。走ってくる。お酒、お酒飲んだ後じゃない。大丈夫週後の完食やめよう。わ <laughs> かりました。やめましょう。でもご飯めっちゃ食べるようになっちゃうけど大丈夫かな完食しちゃう。うーんそうなんだ。 私、韓国料理好きだよ。マルリンのデブカツ。うーん、お菓子良くないよねー。お菓子好きなんだろうなー。あの、スッパムーチェとか、じゃがりことか好き。スッパムーチョ。スッパムーチョが好きです。あとはあ、でもケーキとかはあんま食べないな。 名前の由来教えて、名前の由来はですね、あの、最初はリンって名前だけだったの。で、リンっていうのはゲーム名から来てるんだけど、そのゲーム名がね、犬から撮ってます。うちの飼い犬がリンちゃんっていう。<laughs> うちの飼い犬から撮ったリンちゃんで。で、配信活動するにあたって、ちょっとリンだけだって他の方ともすごく被ってしまう。ってなって、 まあ、名字をつけましょう。ということで、花丸ってつけました。花丸は、えっとね、あれからと、あの、<laughs> その時にね、多分見てた、ラブライブサンシャインっていう女の子の中に、花丸ちゃんっていたんだよね。その子は名字じゃなくて下の名前だったけど、あ、でも名字でもいいかもと思って、花丸にしたの。っていう、名前の由来。 完食抜いてご飯たくさん食べる方がまだいいと思うけど。ああー、そう,うか。でもさ、なんかみんな朝ご飯食べろっていうの、あれはなんでなんだろう。なんかさ、朝ご飯食べれないんだけど、朝ご飯食べれないって言うと朝ご飯食べろっていう。いつもだっこだっこって言ってます、マルリン。言ってません。言ってんの、犬の風。そう、ワンちゃんとゲームキャラから取ってるわけ。そうそうそう。 麺食べてんの花丸ちゃんかわいいね。ぎゅひひ。ぐひひ。<laughs> おなから、もう花丸でもいいし、りんちゃんでもいいし、もう好きなように、好きなように呼んでもらえたら、よいかと思います。普段はね、ゲーム配信、歌枠とかやってます。ゲームもね、いろんなゲームやりたいなって思ってるんだけど、普段はね、PUBG モバイルを よくやってます飛行機マークやん朝は起きてすぐ食べるんやといっぱい食べるのきつくなるんだ朝はお腹空かないからご飯食べれないお腹空いてくるのがだいたい11時とか12時ぐらいになってからでそこでお昼ご飯食べた後の夜ご飯までの間にお腹空いちゃうんだよね で、結構食べちゃうそれでねなあじゃあ昼食の時に血糖値が上がらないような順番で食べたりとかしたらに最初に野菜食べとくとかうんはるはるさん久しぶりですミラチブの時ティマと同じ名前でしたかミラチブの時はリンだけだったかも リン,リンだけだったかもしれないよくね中国の方ですかとか聞かれてたうんお昼と夜の間は7時間ぐらいは空いちゃうかもしんない7時間8時間ぐらい空いちゃうかなかそこでお腹すいちゃうんだよねやだーやだよーあご飯食べるならあったかいご飯食べたい <laughs> あったかいご飯を食べさせてくれよ。花さん、タプス、かな、くまい、ながやん。花さん、タプス、かな、くまい、ながやん。なんだろうわからないけども。<laughs> 何かしら食べた方がいいわね。で、その何を食べるかが問題なんでしょう今日お意味する。 今日何タポスかなタポス、タポスかなコマインってなんだろうあ、今日が終わったってこと今日が終わったってこと今日は、そうだね、今日はもう終わりだね。蛍の光。あの、日本のお店では閉店間際に蛍の光が流れます。 蛍の光いやあのさ靴屋さんでバイトしてたことあったんだけどさもう閉店の音楽流れてさあのカーテンみたいなね網みたいなのをし 敷くっていうかこうかけるみたいな作業があるんだけどもうそれにさもうほんともう閉店だって言ってるのにさ子供連れたお母さんがすいません上履きくださいって言ってもそのあの圧が怖すぎて冷えて本当はもう閉店なんだけどちょ怖すぎてあの上履きを売ったことがある <laughs> 上履きください 明日必要なんですっって言って言多分怒られたであろう男の子がちょっと涙目でさ <laughs> マジでこ怖すぎていやもういやもう閉店なんでっていうこともできたけどあまりにお母さんがすごい剣幕でちょっと <laughs> 怖すぎて <laughs> もう一回レジ閉めたけどもう一回さ「ああはははいい」<laughs> はははい,い」ってなって。 上巻きを売ったことがありますいやもう怖、うマジで怖かったしめんどくさかったけど圧に負けた圧に負けましたお母ちゃんいや大変だねいや大変だよねそりゃねまあ多分息子がいや明日上巻き必要とか言ったんかな だろうね。ということで今日ちょっとまたダラダラ喋っちゃったけど今日はこの辺で終わろうかな。今度はさあなんかトークテーマを決めての脱毛をしたいなと思いました。明日はで。できたら夜 PUBG やろうかな。できたら。できなかったら諦め諦めるけど。 できなかったら明日は配信お休みですっていうね。明日は朝活はないです。明日は朝活はないです。やるとしたら夜です。明日は夜勤だー。夜勤頑張って何時までなんだろう。夜勤もさー。 夜勤もさ夜9時からさ朝の7時までとかだったらいいけどさもうがっつりさ15時間とかさ夜勤とかあるとしんどいよね前見,も見守りのバイトしてた夜勤の特定まってセミの話とかやしセんなのセミの話 <laughs> セミの話嫌なんだけど夕方5時から朝のうわわきついや無理 無理だよなんでさ、夜って、夜勤ってついてんのに夜からじゃねえんだよって思わないきついよね。嫌だなぁ。嫌だなーということで、え <laughs> っと、と、 いうことで今日はそろそろ終わると思います。それでは皆さん今日もありがとう。2日分働くからしんどいしんどいよ。2日働いて1日休みとかなのかな。ほということでまた明日の夜か明後日にお会いしましょう。来週はちょっと大きなお知らせがございます。<laughs> おつりんでした。雪だるまさんおつり。はさいさんおつりを。おはぎさんおつり。うん。アルナイズさんおやすみ。マリさんおやすみ。おやすみだって。マリさんおつり。サネズさんおつり。エスネルさんおつり。マカタさんおつり。カズさんおつり。今日もありがとうございました。またねー。またね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 